皆さんこんにちは、マクルグラフです。本日の動画はカリグラフィーを始めたての時にどのようなことを意識して練習したか、どんな風にモチベーションを維持して続けられたかについて話そうと思います。このチャンネルでは日本一優しいカリグラフィー講座をテーマに、カリグラフィーの書き方やコツを紹介しています。興味がある方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ちなみに動画の最後で本日使ったインクの紹介もしているので、そちらもよかったらご覧ください。それでは本題に入ります。カリグラフィーって始めるのはすごく簡単なんですよね。特別なお店でしか買えないというわけではないですし、意外と安く道具一式揃うので始めるのは簡単なんです。しかしいざ始めてみると、あれ意外と難しいぞって思った方たくさんいるんじゃないでしょうか。なんとか書けるようになりたくて教室に通ったけど、周りのみんながすごすぎて追いつけず、そのままフェードアウトなんてこともあるんじゃないでしょうか。そんなカリグラフィー始めたての方や、始めたけど難しくて心が折れそうといった方たちに向けて、効率のいい練習の仕方、モチベーションの保ち方、自分の文字の分析の仕方を2つの動画に分けて紹介しようと思います。この動画で説明するのは効率のいい練習の仕方、モチベーションの保ち方です。まず結論から言うと、できることからやっていこうということです。どういうことかというと、できないことをやり続けたところでモチベーションも集中力も上がるわけがありません。簡単なところから自信をつけていきましょうという考え方です。あなたはカリグラフィーの新しい書体を練習するとき、どのアルファベットから練習していますか？おそらく大半の方はとりあえず A、B、C、D、E というふうに最初の文字から練習していると思います。カリグラフィーにはどの書体にも基本のストロークがあるのですが、アルファベットの最初の方には難しいストロークが固まっている印象があります。カリグラフィー始めたての方が最初にぶつかる壁が、この難しいストロークから書き始めている問題です。イタリック体で例えると、アルファベット最初の6文字に含まれている簡単なストロークはここだけです。後のストロークは一番最初にやるには難易度が高く、最初から書き始めるべきではありません。そこでベーシックストロークの中でも簡単なストロークが含まれている文字から練習していこうという作戦です。ただ理想を言えば、ベーシックストロークを完璧にしてから文字を書いた方がいいと思います。この動画はずっと基本のストローク練習じゃだんだん飽きてくるし、モチベーションアップにつなげるためには単語も書いていってほしいという考え方で皆さんに紹介しています。難易度が低い文字グループはこちらです。縦線メインのこの文字を組み合わせてミニマムという単語を作ることができます。イタリック体の場合、この2つのストロークのみで書けます。この単語はたくさんの方が練習に最適、基本中の基本のストロークが詰まっていると紹介している単語で、最初の A 単語を書くのにふさわしいと思い、私もこの単語を必死で練習していました。こんな風にまず簡単なストロークを練習し、それを使って書けるアルファベットを少しずつ増やしていく練習法がすごくおすすめです。またアルファベットはこの4つのグループに分けることができます。最初に書けそうなところはこのグループだと思うので、縦線メインのこの文字から練習してみるのもおすすめです。次にモチベーションの保ち方ですが、書いた文字を上げる用の SNS を始めるというのが一番かと思います。何のために今練習しているのかというのが最初はちゃんと分かっているのですが、日々地道な練習を繰り返していくうちにだんだんぼやけてしまう可能性があります。そんな時に一つの小さい目標に最適なのが SNS です。3日に1回、1週間に1回でもいいから、インスタやツイッターに画像を投稿する、もしくは成長日記として活用すると、いいねや嬉しいコメントが来た時にモチベーションがすごく上がると思います。これは私のインスタの初期の画像なんですが、このように基本ストロークの練習ですら日記としてあげていました。でも少ないですが、いいねつくんですよね。ちゃんと応援してくれてる人がいる、見てくれてる人がいるって思わせてくれて本当に助かりました。私はその頃からいいねしてくれてる皆さんのおかげでモチベーション維持ができました。最後に要点をまとめると、おしゃれな文字を書きたかったけどいつまでも基本ストロークで飽きてきた、英単語に挑戦したけどうまく書けなくて心が折れそうという方は、この比較的簡単なストロークを練習し、そのストロークを使う文字から書き始めることが効率のいい上達の仕方だと思います。次にモチベーション維持については、 SNS で自分の文字アカウントを作って投稿してみましょう。恥ずかしいのは一番最初だけです。こんなのでいいのかなとモヤモヤするのは最初の1投稿だけで、だんだんいいねがつき始めるとモチベーションも上がると思います。いかがだったでしょうか。今回は効率のいい練習法とモチベーション維持について話しました。次回はお手本と
自分の文字が違うことはわかるんだけど、どこが違うのかわからない、どうすればお手本みたいに書けるのかというテーマで話していきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。本日使用したインクはドノリムさんのパンプキンでした。インクだまりの縁が緑にフラッシュして、まさにパンプキンカラーになるのがたまらないです。皆さんもぜひ使ってみてください。疑問・質問等ありましたら、ぜひコメント欄を活用ください。カリグラフィーに関する有益な情報をたくさん発信していますので、興味がある方はぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。